熱中症なったよ。ガチで死ぬかと思った。でもなんか目がドゥン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 立てなくなった。最後多分あれ以上やってたら救急車やったやろうな。多分ケン君 CR カップ応援します。あ、この試合ラストにします。先生宿題はって聞いたやつぐらいだね。でもカルビが頑張ってるのを見て、俺昨日カルビの配信見ながらカルビ頑張れってもう声が出てたわ。着実にあいつのファンになってる俺がいるのが気に食わねえんだよな。ハリケンさんもうやめましょう。僕たちは CR カップに出れないんだ。俺も出たかった。毎日何十時間で、何しようんだよお前。大丈夫、カルビが今回で CR から NG 食らえば。いや食らわないよ。だいぶムードメーカーしてるよちゃんと。確かにストリートファイターは出たいよな。もしダルシムダメって言われたら俺はブランカで出るよ。違うよ、知名度がないんだよ。結構ある方だと思ってるんやけどな自分でも。でもまだないか。精進します。なんで東京行ってたの。あれだよ、ジャスパーさんとかリオンさんのオープンレックの番組。そう、熱中症なったよマジで。初めてだったよ多分オープンレックのどこ行くで俺が熱中症になってぶっ倒れる映像多分映ってるから楽しみにしとってな。マジで先般戦力外通告だった俺。ガチで死ぬかと思った。人生初だった。リアルジャスさんイケメンやった。リアルジャスさんなんかね、おじいちゃんおじいちゃんみたいだった。ジャスさんはちっちゃいおじいちゃんみたいな感じだった。最年少枠でも俺もあん中だったら若い方っていうのにビビった。だいぶ若い方だったよ俺も。ジャスさんの次じゃないかな。うまいもん食った。うん、食った。釈迦さんといろいろ話したよ。俺がどんな人か喋ったな。ちゃんと俺はこういうのでこういうことで丸々でっていうのをちゃんと言ったな。でも釈迦さんマジ体力すごかったよ。俺より体力あった。いや俺もまだまだいけたんだけどさ、熱中症さ、もうどんだけ休んでもさ一生息が上がってんのはぁってもうすぐ。でもなんか目がドゥン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 ってなって立てなくなった最後。いや、めまいっていうかなんかもうぶっ倒れる寸前みたいなとこまで行った。気づいたらぶっ倒れてた感じなの。いやなんかもう考えることもままならなかった。なんかもうはぁあ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 ぁやばいやばいみたいな。あぁやばい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 って感じ。多分ね室内40度ぐらいあったと思う。うらぁあぁやばいやばいやばい、これえぐいえぐい。そうそう、俺ちょもう無理っすって。下手したらブラックアウトしそうな雰囲気はねあったよ。救急車呼ばなかったの。うん、みんながすげえ優しく看病してくれて、氷とかで脇をこうやって冷やしたりしてなんとか大丈夫だった。なんとかってかすぐ復活した。蛍光固形水みたいなのも飲んで、その後打ち上げで飯たらふく食ってホテルで寝たら治った。でも次の日筋肉痛でマジで死ぬかと思った。多分あれ以上やってたら救急車やったやろうな。多分そう、みんな優しかったよ。クラッチさんが超優しかった。